キチャンネル。じゃっ、こんにちは。さあ、北京五輪、冬のオリンピックが、はい、終わりましたけど、はい、まあまあ楽しめましたね。いや、面白かったですよ。ねえ、メダルも取りましたしね。ちょっとキャンプ行ってたんでね、はい、昼の競技が見れなかったんで、はい、あれでしたけども、うん、非常にね、面白かったなっていうところで、はい、まあ、一番話題になったのはね、うん、ドーピングっすね。またちょっとその話題いきます、うん、やっぱ言っときましょう。ロシアのね、はい、ワリエワ選手のドーピング問題でね、うん、はい、まあ、最後ね、まあ、フリーで失敗して4位っていう形になりましたけども、うん、はい、あんな薬もあるんだね。なんかそうですね、初めて知ったけどね、いろいろ、うん、いろんなやつを複合して飲んで、はい、うん、疲労回復みたいなね、うん、でもよ、なんで起きんのかって話、ドーピングが、うん、いや、それも、まあ、勝ちたいからじゃないですか。そうなのよ、はい、だから多分ね、日本人が思ってるほどオリンピックのメダルの価値が他の国では高い。あ、日本人の金メダルの感覚より、うん、海外の選手たちの金メダルの価値の方が高い。高いのよ。メダル取らなきゃダメな人もいるし、金メダルじゃなきゃダメな人もいる。結局慰めでしかないパターンもある。メディアでその高木美帆さんが 1500m で銀メダル取りましたって言った時に、うん、おめでとうなのかなっていう。ああ、まあ高木美帆さんの場合は金が取れるってい う, もう期待値がめちゃくちゃ高い。高くて多分ね、その相手のね、うん、ライバルの人も強かったんだけども、はい、まあ、本人も多分絶対金っていう形で行った時に、銀メダルで、これなんで声かけていいんやろうな。金目標にしてるから。うん。あとパシュートも、銀メダルでしたって言った時に、おめでとうなのかなっていうのが、このメディアに出てる側としては、何の言葉が正解なんやろうっていう、なって、で、多分視聴者の人とか一般の人からしたら、え、銀でもおめでとうでしょうって言うんだけど、多分当の本人からしたら、めでたくないわ、みたいな。でも銀メダルでも本当にすごいことだと思うんですよ。いや、すごいことなんだけど、うん、金絶対で銀だった時にちょっとおめでとう感ないじゃんね。確かにあの時の銀はやっぱりおめでとうもかけていいのかなとはちょっと思ってしまうような取り方ではありますけど、うんうん、いや、そうが難しいのよ、うん、多くの人はメダルじゃなくてもって言うんだけど、どこ目標によってるかによってゴールが違うじゃん。オリンピックに出ることが目標の人だったら、うん、はい、それはもう30位でも、うん、予選で落ちたとしても、うん、何にしてもおめでとうじゃんね。すごいいい経験になったって思いますし、うん、そうそう、次にね、うん、あの向けて、はい、これを勝手に頑張っていこうになるだろうし、うん、はい、入賞が目標だったら、はい、入賞に入ったらすごい良かったってなるじゃん、うん、マススタートの日本代表の男子の選手、うん、はい、ポイントめっちゃ取りに行ったのよ。でそれで入賞したのよ。だそういう戦略もあるじゃんね。普通にやったらメダル取れないけど、入賞するたびに自分の戦略を立てていく人もいるだろうし、はい、そしたらもうメダルじゃなくても入賞でもおめでとうじゃんね。そうです。だって日本でまだメダルを取ったことない競技っていうのもあるわけで、うん、そうそれでもし銅メダルに入ったらそれは素晴らしい記録ですしね、うん、でもメダルギリギリぐらいってなった時に、うん、メダル取れなかったらおめでとうじゃないじゃんね。まあそうですね、うん、で絶対金ってなった時に銅だったらおめでとうじゃないし、うん、4位以下だともうおめでとうじゃないじゃんね、うんうん、ってなった時にすごい難しいんだけども、多分ドーピングしてまでっていう人たちは金の価値がえげつないのよ、はい、どうしてももう金を取りに行くぞって思ってるわけですよね。そうそう、あとはね、うんうん、共産権とかだともう国家司令だったりするからね。金を取ることが国力につながるっていう意識もあるから、うん、その金を取ることによってメダルの数によって、はい、その国の価値を上げるっていうところもあるから、はい、結局予算も投入されてるわけじゃんね、はい、でそうなった時に日本人が金取ることよりも多分ロシアの金は一生安泰なの。あ、そこまで保証されるんですか、ね、多分こそ経済的にもいろんなこと、うん、多分日本人が思ってるほど、はい、国によってはメダルの価値で一生決まるのよ。もちろん日本でもメダリストっていうと、うん、もちろんあの人はメダリストだってなりますけど、うんうんうん、でも価値が違うのよ。やっぱりだって生活が保証されるわけじゃないですもんね、全然、うん、ってなった時に、はい、ドーピングをしないでメダル圏外だったら、うん、はい、一発勝負で金メダルみたいな、バレずに金メダルみたいな、うん、だからもうバレないやつを国策で考えてみたいな、はい、のかも俺分かんないけどね、うん、かも分かんないけど、うん、だからそれぐらいになってやってくるところと、うん、あとはそのね、マススタート の,、はい、あの女子の佐藤さん、はい、決勝で引っ張られたり手掴まれたり押されたりみたいな、うん、いろんなところがあって、はい、びっくりした反面、うん、悔しさ反面みたいな、うん、ね、なんとかっていうところだったけど、正々堂々と、はい、世界で、うん、あるよあるけど、はい、本当の勝負かかってきた時に、うん、正々堂々、うん、なくなります結局勝ったら勝ったやつ勝ちになるからね。まあそうですね。だって俺だってもう前も言ったかも分かんないけど、うん、WBC の決勝でキューバで俺が構えたところベンチからもう全巻教えてるからね、はい、高め高め低めとかでも、うん、あの何語で喋ってるか分かんないから聞き取れないのよ、うん、はい、でもそれを聞くとそうやって言ってるから動くの遅くした方がいいっていうのが出るわけよ、うん、はい、そんなんあのサイン盗み禁止ですって言うじゃん、はい、もうガンガンやってきてるからね。でもそれって
ってこう何も言われなかったら結果が全てになっちゃうわけですよね。そう、しかもサイン盗みなんて、はい、あのそんなもう絶対やってるって確証やるの1試合じゃ無理だからね。だから正々堂々なんてないのよ、はい、なんかこう日本人ってまあ国の気質なのか、うん、やっぱり正々堂々とこう、うん、スポーツマンシップにのっとってみたいな部分ってやっぱりこうなんか心情としてあるような気がするんですよね、うん、でもやっぱ外国の選手っていうのはそれよりも勝ちに行くことが一番っていう、うん、そうそうそう、それも競技によってね、カーリングとかね、はい、正々堂々以外できないと思う。だってカーリングでよ、はい、卑劣な行為想像できないもんね。語尾とかもね、うん、入ってのけるわけじゃんね、はい、だからなかなか難しいじゃん、うん、でも何と言われてもよ、うん、北京でいろんな問題もあったりとか、採点とかね、あの平野さんのジャンプで最高のやつやって2位だったわけでしょ、うんうん、いろんなこと起きてもよ、結局は銀は銀になっちゃう、うん、だって柔道の篠原さんもよ、うん、内股すかしで本当は勝ってたのに相手の得点されて銀メダルになっちゃったじゃん、うん、でも銀は金でしか残んない、はい、そうやって言ってくれなくなるじゃん。だからそういったところでやってくるところがドーピングも壊すよね。そうですね。でも私だったら自分が違反して金取るんだったら正々堂々戦って銀の方が私に気も後味はいいですけどね、うん、日本人だからね。あ、そうか、日本人だから、そっか、うんうん、世界はもうそんなことじゃないんだよ。こんな言い方したらあれだけど、貧しい家庭に生まれて貧しい中生活してきて自分のスポーツで秀でることができて、うん、これを金メダル取ったら家族も幸せにできるし、家族も一生安泰になるし、うん、あのひもじい生活から抜け出せるってなった時にこれするな、うん、結局 ね、だからそういった人たちもいるわけよ、うん、そうですね、うん、っていうところが多分行われてくるんだけども、うん、まあでも今回は他の選手もちょっとかわいそうだったけどね、うん、それによってあの表彰式がね、はい、団体とかなくなったりとか、ね、うん、でフィギュアの女子の予選も本当だったら24人だけど、はい、特例で25人あの最終まで、うん、あのフリーまであの進めるようになったりとか、はい、っていうところで他の選手たちのね、うん、こともなんかグーってなるなっていうところはあったんでね、うんうん、そうですね。でもまあ多分なくならないね。でもやっぱりなんかこうスポーツって正々堂々戦ってほしいっていう思いはあるので、日本人ね、まあ、日本人だからかこれはまあ他の国もあると思うよ。日本だけじゃなくて他の国にも正々堂々あるかもしれないけど、そう、違う人たちもいるからね。絶対結果みたいな。正々堂々戦ってやっぱ金取ったね選手たちは本当にすごいなと思います。そうそう、でも正々堂々と来てなかった人たちを押しのけて金の可能性もあるからね。それでもっとすごいじゃないですかそう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 、さらにすごいですよ。だからそういった面ではね、うん、楽しみもあったけど、うん、女子プロゴルファーもドーピングあるらしいからね。そのレギュラーツアーは、うん、それもあのちゃんと女性の担当者ついて、うん、サンプル取る時もずっと見られてみたいなところを女子プロゴルファーも言ってたんで、うん、だそういったところではみんなね気をつけてやってるんだけどね、うん、そういうのが出てくるからね。まあそっか、だからドーピングっていうのはそうやってまあ背景にもそういうところがあるってことですね。そうそうそう、多分メダル取れないぐらいだったら一発勝負で取れるぐらいに行こうぜみたいな。でもまあいろんなね問題あったけど、子供たちにはね、はい、自らの能力と自らのポテンシャルを磨いて勝負してもらいたいよね。うん、それこそまあ日本人の先生堂々と、そうそう、でも世界に出るときにそういうやつらがいるっていうことだけは思いといた方がいい、ね、分かっといた方がいいかもしれない、分かる、そうじゃないとビビるからね、うん、いきなり。そうですね、おかしいっつって引っ張られたとかを抑え盗みしてるぞみたいな、うん、慌てちゃうから、そういうやつらがいるっていうことだけは、はい、でそういうやつらばっかりじゃないけどね、うん、あといる可能性があるんでね、はい、そういったところは気をつけた方がいいですよっていうところはあります、うん、はい。